今日は最低気温が1桁台のところもありました。こちら見ていきますと、東京都心は 19.7 度、札幌 15.7 度、高野は 6.2 度ということで、今シーズン一番の冷え込みとなったところもあったようです。そして関東の週間アイコン見ていきますと、この先も最低気温が20度に届かない日も出てくるようです。だんだんと秋が深まってくることがわかります。最後に服装と気温の関係、最低気温20度に届かない日となるとやはりカーディガンなどが活躍しそうですね。ただ日中は25度前後まで上がる日もありましたので、調節しやすい服装がおすすめです。最低気温注目して見ていきました。体調管理万全に行っていきましょう。